こんにちは、徳政光一です。はい、今日はね、先日、地元のね、小学生たちとか、子どもたちとですね、バリアフリーについて話をしたんですけれども、ね、そのバリアフリーについての、話の中でですね、今日たくさん感想文をいただきましたので、ね、その中から少しご紹介をしたいというふうに思っています。はい、それじゃあね、紹介しようかな。はい、車椅子ユーザーの方だけではなく、白杖を持っていたりした人、白い杖ですね、白杖を持っていたりした人など、体の不自由な人とか、ね、困った人がいたら一言手伝いましょうかと声をかけてみたいです。ありがとうございます。ね、それから車椅子がもっと進化して世界中のどこでも行ける、砂浜でも芝生でも柔らかいとこでも行けるような、風になったらいいな。大人になったらいろんなところにスロープをつけたり、バリアフリーやユニバーサルデザインを増やしたいと思いました。ありがとうございます。はい、それから、はい、車椅子生活が長い人でも車椅子になれるっていうことが難しいんだなと思いました。車椅子の人がいたら手伝いましょうかと言って役に立ちたいと思います。あと広島の砂浜にも車椅子が通れるところがあったらいいですね。ありがとうございます。本当ですよね。そうやって、いろんな思いを持っていただけたら本当に嬉しいなって思います。はい、もう一通ご紹介しておきましょうね。はい、私は徳政さんの話を聞いて一番心に残ったのは、車椅子に乗ったからといってもうダメだ、もう嫌だなどの言葉を言わず、何回も何回もチャレンジをして今この車椅子を動かしているんですという言葉が私は心に残っています。私も何回も何回もチャレンジをしてみようという気持ちになりました。ありがたいじゃないですか。こうやって小学生の方々が、ね、私の話の中からいろんなヒントを、ね、持っていただいて、そこから感じ取っていただいて、諦めないっていうことですね。これは生きること、それから諦めないことがイクオールでつながってるんですね。だからこそ私は車椅子になっても今も生きていますし、命がある限り諦めないっていう気持ちを持ってます、ね、そうやって頑張っていきたいっていうのは、これからできることを少しずつできる限りの力でやっていきたいっていうふうに考えていますので、これからも皆さん応援よろしくお願いします。